はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、9月のキャッシュレスお得情報をまとめということで、今回は9月も始まったということで、早速お得キャンペーンのまとめ動画ですね。この動画では、今月開催されるキャンペーンについてまとめました。もしですね、ご自身が普段から利用されているコード決済などがあれば、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう で、今回はですね、9月お得まとめということで、こちらに出てる9月のカレンダーを埋めながらお伝えしていこうと思います。で、一つ注意点としたらですね、これ今の9月1日時点の情報で、一部のキャンペーン覗いてますので、まあ、9月がね、少し経過したりとかすると、新たな情報も出てくるかもしれないんですけども、9月1日時点の情報でございますので、ご了承ください。それでは早速ペ、PayPay ペからなんですけども、まぁ、あ、PayPay といえばまずこちらですよね。対象店舗の QR コードを読み取って、PayPay ペペ残高でお支払いをすると、最大20% 戻ってくるキャンペーンということでこちらのキャンペーンはまだこの動画をアップしている時点では始まってないんですけども対象のお店で qr コードを読み取ってペイペイ残高で支払うと20%が還元されるということなんですが上限が1000円までそして5000分利用することによって上限の1000円分に到達しますまあ、qr コードを読み取るお店って言うと正直まあ、結構限られてくるとこではあるんですが、まあ、ペイペイのね便利なマップのところでお得というところでフィルターをかけることができますんでキャンペーンが始まったらですねその機能を使ってみていいと思います おそらく近所のね、飲食店とか対象になりそうな予感しますよね。こちらのキャンペーンは9月の13日から11月28日までのキャンペーンです。で、もし今回のこのタイミングで PayPay ペペをまあ利用される方おすすめなんですけども、というのも、このキャンペーンでですね、新規もしくは半年間利用がない方に関してはなんと最大40%還元されます。付与される上限は同じなんですけども、還元率が40%なので、2500円分使うことで上限に到達します。なので、このタイミングでちょっと始めようかなって思っている方はですね、 ぜひ、ペイペイ決済楽しんでみてもいいのかなというふうに思います。次はこちら、セブンイレブンと、次はこちら、ソフトバンクユーザーの方のみになるんですけども、セブンイレブンアプリからペイペイで支払うと、日曜日で5%戻ってくるキャンペーンでございます。こちらのキャンペーンは日曜日のみということになりますんで、そこだけ気をつけてください。1回の付与上限が100円相当、まあ、期間中トータルで1500円相当までとなります。で、今月はね、あと5日と12日までが、このキャンペーンの対象の日ということになります。で、続きまして、ちょっとこちらもね、ソフトバンクユーザーの方のみになるんですけども、 ペイペイ残高で吉野家で決済したら10%戻ってくるキャンペーンということでございます。で、一応ペイペイ残高っていう風に出てるんですけども、ヤフージャパンカードとか後払いも対象となります。で、上限が1回に200円相当、期間中トータルで1000円相当までなので、1回に2000円使う。そして期間中で1万円使うことによって上限にそれぞれ到達するということでございます。こちらのキャンペーンも9月の13日から始まりまして、10月の17日までのキャンペーンでございます。で、こちらもね、ソフトバンクユーザーの方のみのキャンペーンとなるんですけども、 前間でペイペイ残高での支払いで10%戻ってくるキャンペーンです条件はね先ほどお伝えした吉野家の条件と同じでこちらはですね条件がペイペイ残高のみということでございますのでここは間違いないようにしてくださいでキャンペーンの期間は9月の13から 10, 10月の17日まででございます次にこちらは先日動画にアップさせていただきましたけどもセブンイレブンアプリにペイペイを登録されている方限定にはなるんですけども対象商品の半額クーポンが配信されるというキャンペーンでございますこちらですね毎週 水曜日に5枚のクーポンが配布されます。まあ、今週はね、まヨーグルトとかコーヒーとかまあそういったものが配布されたりと、まあ、結構いろんなジャンルのねクーポンがあったりします。このクーポンをもらえる条件としたら、セブンイレブンアプリをインストールしてそのセブンイレブンアプリとペイペイを連携することっていうのが条件となりますので、そこは忘れないようにお願いします。詳細に関してはね、前回動画をアップしてますので、そちらをぜひ見てみてください。でクーポンがもらえる日程というのが18、15、22、29日それぞれこちらの水曜日ということでございます。でクーポンに関連するんですけども クーポンマンデーということで、今月のね、ペイペイクーポンも、まあまあお得なクーポンが出ております。まあダイソーであったりとか、グッデーとか、小島とか、デニスとか。まあもしね、普段から利用されてるお店があれば、このペイペイクーポン使ってみてください。ちなみに9月6日月曜日更新予定ということで、大戸屋とか、かぶり調査とか、まあこういったところもね、クーポンが出るっぽいので、まあこれもね、一つの楽しみになりそうですね。続きまして、AU ペイです。AU ペイではこちらですね、AU ペイ生活応援企画のキャンペーンなんですけども、ローソンで AU ペイのコード支払いをすると最大3% 還元ということで、まあ、先月はねたぬきの第4回し夏が開催されてて10%還元だったんですけども、その前まで開催されてたこの3%還元のキャンペーンが復活して、まあ、詳細に関してはこれまで通りでございます。で、まだ終了日に決まってませんので、とりあえずね。ローソンに行ったら3%還元狙いたい方はね。au pay 決済でいいと思います。au pay では今度はね。こちらがキャンペーンが開始されます。au pay とドトロコーヒーのキャンペーンですね。期間中対象店舗で au pay を利用して税込め200円以上支払いいただくことに1回の支払いごとに10。 パーセント還元というキャンペーンですで対象店舗はドトルコーヒーとか今出てるようなお店が対象ということでございますで上限はねいかに500円相当期間中トータルで1000円相当ということでございます、まあ、1000ポイントですねで9月の1日から始まって9月30日まででございますでですねこのドトルコーヒーのキャンペーンなんですけども左下見ていただいたらわかるように50円クーポンももらえるということでこれですねクーポンの配布期間とクーポンの利用期間それぞれありましてこの50円クーポン自体は4回に分けてもらうことができます1,2,3 4ということでまあこのね、それぞれ色分けしてるんですけども、この期間ごとにクーポンがもらえて、その9月30日までの間に使ってくださいということでございますんで、もしね、ドトロコーヒー、このキャンペーンと合わせて使われる方はね、ぜひクーポンと合わせて使ってみてください。続きまして、こちら、ローソンとポンタポイントのキャンペーンなんですけども、ローソンの公式サイトからエントリー税込み700円以上のお買い物をすることで、1億ポンタポイントがもらえるっていうキャンペーンでございます。こちらのキャンペーンの特典として、6000名様に に5000ポイントか2000名様に1万ポイントかそして5000万ポイントを山分け最大でも200ポイントがもらえるっていうキャンペーンでございますこのキャンペーンの条件としたらエントリーした後に1回に税込み700円のお買い物をしたら、まあ、このキャンペーンに参加できるということでございますのでまあ、とりあえず 今月は、ローソンで提示するポイントカードを、まあ、ポンタポイントに特化した方が、まあ、いいのかなというふうに思います。で、キャンペーンの期間はすでに始まっておりまして、10月4日までのキャンペーンでございます。で、次に楽天ペイですね。楽天ペイではまずこちら、対象のスーパーのお支払いで、抽選で最大50%還元というキャンペーンでございます。こちら、抽選にはなるので、まあ、特典の内容が若干分かれてくるとこではあるんですけども、1等の内容は今お伝えした50%、2等に関したら3万名様に200ポイントがもらえます。で、条件としたら、 期間中合計で税込み3000円以上使うことでこのキャンペーンに参加ができるということでございますで上限が1000ポイントまでということで、まあ、このキャンペーンですね対象のスーパーマーケットということでございますので結構まあスーパーとかで楽天ペイとか、まあ、行動決済利用されている方が多いのかなと思うんですけども対象のスーパー一部だけちょっと抜粋してきたんですけどもざっとこんな感じでございます、まあ、結構見たことあるようなお店も多いのかなというふうに思うんですけども、まあ、この中に、ね、一部まだ記載してないものもあるので で、対象店舗はキャンペーンページでぜひ確認をしてください。で、キャンペーン自体はね、すでに始まっておりまして、まあ、キャンペーン自体は9月の1日から9月30日まででございますんで、まあ、抽選ではあるんですけども、まあ、当たったらラッキーかなっていう感じで、まあ、サクッと3000以上使ってみてもいいのかなというふうに思います。続きまして、こちら、先日ね、動画にもさせていただきましたけども、楽天ポイントカードを提示して楽天ペイアプリで決済したら抽選で50%還元というキャンペーンでございます。こちらのキャンペーンも抽選ではあるんですけども、1等であれば400名様に50 10%還元2。等であれば2万名様に100ポイントがもらえるっていうキャンペーンで条件としたらですね。期間中合計で500円以上使うことによってまあ、抽選に参加できるとで、期間に関しては9月1日から9月30日まででございますんで、エントリーした上でぜひ参加してみてください。ちなみに対象の店舗一部抜粋してきたんですけどもご覧の通りとなっております。ファミリーマートとかデイリー山崎とかツルハドラッグとかスキーヤとかまあ、こういったところがね。対象のお店となってますんで、ぜひチェックした上で参加してみてください。ちなみに9月6日からですね。オートエもお疲れみたいです。次に こちらは全国のお店で7、8、9月の毎週金曜日に楽天ペアプリで支払いすると 毎週抽選全額ポイント還元というキャンペーンでございます。こちらですね、毎週の金曜日に楽天ペイで決済したら、まあ抽選に参加できるということで、1等であれば50名様に全額ポイント、そして2等であれば2000名様に100ポイントがもらえます。条件としたら対象日に合計税込500円以上決済することで、キャンペーンに参加できるということでございますので、まあ9月はね、3日、10日、17、24というのがね、キャンペーンの対象日なので、ぜひね、この時のタイミングで、まあ楽天ペイ使ってみてもいいのかなというふうに 思います次に D 払いですね D 払いは結構ねいろんなキャンペーンあるんですけどもこちらだけ一応引っ張ってきました マルトク D マツの第3弾ということで、このキャンペーンですね、抽選で5万名様に1万ポイントがもらえるっていうキャンペーンではあるんですけども、条件がね、しっかりとありまして、D ポイントカードを提示して、プラス初めての D 払いを利用された方に、この1000ポイントがもらえるっていうキャンペーンでございます。なのでね、僕の視聴さんはおそらく、まあ、デ払いをもう使ったことある方が多いかと思いますんで、これに該当される方は一部だけかと思うんですけども、まだ D 払いを利用されたことない方はですね、条件としたらかなり 緩いので、まあ、このタイミングで D 払いいいいいを始めてみてみのいいのかなという,ふうに思いますでこのキャンペーン自体は9月1日から9月30日まででございますんで、まあ、サクッとね、D 払いを使って参加してみてください。次に、LINEPay ですね。LINEPay ではこちらですね、VisaLINEPay プリペイドカードを使って、漏れなく1%の LINE ポイント還元ということで、まあ、この VisaLINEPay プリペイドカードに、今まで還元率っていうのがなかったんですけども、1%還元がつきましたよ、というキャンペーンでございます。で、しかもね、この1%還元なんですけども、上限が特にないので、まあ、使って 使える範囲で、あるる程度ねうままく使えばポイント還元も受けることができますできすそれと合わせてなんですけども、もし新規発行される方がいらっしゃったら、その翌月から5%還元というキャンペーンも合わせて開催中でございます。このね、新規発行された方に関しては、この5%については、2万ポイントまでの上限があるので、40万円分利用することによって上限に到達します。なのでね、ちょっとクレジットカードは使いたくないけど、プリペイドカードなら使ってみようかなという方がいらっしゃったら、このビザの隠蔽、プリペイドカードも利用するタイミングとしたらいいのかなというふうに思います。 で、このキャンペーン自体は、すでに始まってはいるんですけども、終了日も特に決まってないので、まあ結構ね、幅広く使えるのかなと思います。次にファミペイですね。ファミペイでこちらが開催中でございます。1回のお買い物で、顔商品を1個以上にファミペイ払いで買うと、ファミペイボーナスが30%戻ってくるキャンペーンでございます。このキャンペーンはですね、ここが重要なんですけども、ファミリーマートで顔商品を購入すると。 で、購入する際にはファミペイ払いということでございますんで、間違ってもね、ドラッグストアで決済するのではなくて、ファミリーマートで顔商品をファミペイ決済ということでございます。で、1回に2個以上が購入条件と。で、上限が1000円までなので、3334円分顔商品を購入すれば上限に到達します。で、先日ね、動画でもお伝えをさせていただいたんですが、コンビニに置いてる顔商品が、他のね、ドラッグストアとかディスカウントストアとか比較して、 か割高なところではあるので、それがお得かどうかをご自身で計算した上でね、ぜひ参加してみてください。まあ、そんなのめんどくさいという方はね、もうサクッと必要なものだけファミリーマートでファインペイン決済してみてもいいと思います。で、キャンペーン自体はすでに始まっておりまして、9月27まで開催中でございます。続きまして、J コインペイですね。J コインペイではこちらが開催中でございます。最大1万円5%ボーナス還元キャンペーンということで、 ま、ここ最近はね、ま、あま、あ J コインペイが使えているところ増えてると思うんですけども、そういった J コインペイが使えるお店で決済したら5%付与されると、上限が1万円までなので、20万円分使うことによって上限に到達します。で、付与されるのが J コインボーナスというのが付与されて、そのボーナス自体は有効期限が6ヶ月と、そして出勤ができませんので気をつけてください。で、このキャンペーンのいいところはですね、まあ、東京都の方なら請求書払いも対象ということで、まあ、これね、先日 J コインペイ側に問い合わせて確認をしているので、もしね、請求書払いで5% 関係狙いたいた方はこのタイミングで、コミページ使ってみてみもいいいと思いますでこのキャンペーン自体は9月の30日まででございます。続きまして、トヨタウレットですね。トヨタウレットはこちらが開催中でございます。毎日毎回1.5%キャッシュバックということで、このトヨタウレットの ID 決済、マスターカードコンタクトレス決済、もしくはオンライン決済をしたら1.5%分のトヨタウレット残高が付与されるっていうキャンペーンでございます。こちらのキャンペーンは終了日未定ということでございます。次に、ティーマネーですね。ティーマネーでは2つ開催されてはいるんですけども、 まず、この t マネーに初めて登録することで t ポイント、通常の t ポイントが200ポイントもらえるっていうキャンペーンで、これは9月30日まで開催されておりまして、それに合わせてですね、ID またはマスターカードコンタクトレス決済でお支払いすると t ポイント20%還元ということで、ちなみにこの時にもらえる t ポイントっていうのは有効金のある t ポイントですので、付与されたらね、まあ、サクッと使うぐらいがいいと思います。このキャンペーンは10月31日まで開催中でございます。次にモバイルパスモと Apple Pay のキャンペーンです。まずはこちら、使ったキー 金額の最大50%戻ってくるキャンペーンということでこれですね新規の方と既存の方で分かれておりまして新規の方は登録した際に2000以上を利用して1000円分のキャッシュバックが戻ってくると既存の方はですね招待コードを使って登録してもらって互いにですね2000以上を使うことで1000円分がもらえるということでございますんで一応こちら僕の招待コードを置いておきますんでもしね利用される方は使っていただくと嬉しいですキャンペーン自体はすでに始まっておりまして10月20日まで開催中でございますでそれと合わせてですね JCB 限定ダブルチャンスキャ キャンペーンっていうのも開催中でございまして、特定の内容としたらですね。パスもチャージ1万円分がプレゼントされるっていうキャンペーンでございます。で、条件は今出てる流れの通りとなります。まず、エントリーしてダブルチャンスエントリーもするとで jcb カードの設定をして2000以上チャージをして利用すると、そしたらこのキャンペーンに参加ができると、まあ、ちょっと手間かかるところではあるんですけども、もまあ、もしね。参加される方はこの状況を満たした上で参加してみてください。10月20日まで開催中でございます。次にクイックペイのキャンペーンでですね。こちら抽選のキャンペーンではあるんですけども。総額5000万円。 1>, 1万円抽選でキャッシュバックというキャンペーンでございます。このキャンペーンの条件としたらですね、クイックペイで税込1万円利用することで参加ができるということでございます。 ま、以前もお伝えしたんですけども、みんなの銀行とかもですね、対象ですので、参加される方はですね、まあ、狙ってみてもいいと思います。キャンペーン自体は9月の15日まで開催中でございます。次にこちら先日ね、動画にもさせていただきました、ビザのキャンペーンなんですけども、ファミリーマートでの500円以上の支払いは、ビザタッチがお得と、抽選で12万名様に1000円が当たるキャンペーンでございます。12万名って結構響きすごいですよね。条件としたらですね、ファミリーマートで500円以上ですね、2回以上決済すると、そうすることによって、 このキャンペーンに参加することができます。まあ、抽選ではあるので、まあ、無理に参加する必要はないんですけども、まあ、12万名ならもしかすると可能性はあるんじゃないかなと思いますんで、このタイミングでね、参加してみてもいいと思います。で、参加する際は、楽天カードはですね、アップルペ y のみ、楽天カードのビザに関してはアップルペ y のみしか対象ではないので、間違ってもね、物理カードでピッとかざしても対象ではございませんので気をつけてください。まあ、基本的には国内発行のビザカードであれば対象ということでございましたんで、まあ、僕が持ってる三井住友ナンバーです。 もちろんビザラインペイクレジットカードとか、あとビザプリペイドのキャッシュとか、まあそういったものでもね参加することができますんで、何枚もカード持ってる方はね楽しんで参加してみてもいいと思います。こちらはすでに始まっておりました9月30日まででございます。そしてセゾンアメックスのキャンペーンなんですけども、まあ、以前はねかなり数は減ったんですけども、今はこの3つが開催されてます。ヤフーショッピング、そしてファミリーマート、あとアマゾンがですね新しく加わっておりますね。それぞれね期限が9月23、9月30、そして11月30ということですので、まあ、専用ページから入ってエントリーをし それではね今お伝えししたキャンンペーンをある程程度まままとととめてて日程がザクッとこんなな感じとなってます今ね、色をつけてるこの赤いところに関しては9月で終了するキャンペーンでございます。まあ今発表されてる時点で9月で終わるキャンペーンもまあまああったりはするので、まあ、ちょっと始まったばっかりではあるんですけども、9月もね、参加される方はですね、事前にメモをした上でね、参加してみてください。まあそんなこんなで今回は9月お得キャンペーンまとめということでお伝えをさせていただきました。まあ、これまでのキャンペーン キャンペーンと比較すればおそらくまあ抽選っていうキャンペーンがすごい目立ってきてるような傾向ではあるのでそんなにまあ無理して参加する必要はないかなという風に思ってますうまい使い方とすればねまあ、いつものお買い物の時に楽天ペイを使ってるのであればとりあえず当たったらラッキーかなみたいな感じで普通の日常的なお買い物をするだけでいいかなと思いますまあ、抽選を当てよう当てようと思って何口も何口も参加してって結局ね当たらなかったらただの浪費になってしまうのでそこはねご自身でしっかりと考えた上で参加してみてくださいで今回はお伝えさせていただいて それぞれぞののキャンンンペーンのリンク概要欄に貼っておきますんで詳細がそれぞれね気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということでまた9月もお得を楽しんでいきましょうということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました